突然ですが問題です。映画、ダイハード4.0でのワンシーンです。流れてくる英語を聞き取ってください。There, 聞き取れたでしょうか本日の英熟語、Hang in there が用いられています。もう一度聞いてみましょう。集中してよく聞いてください。 いかがだったでしょうか動画の最後にもう一度同じ問題を出題し答えを発表しますこのワンシーンの英会話で用いられている語彙はこの動画内で紹介するさまざまな例文の中にも入れています今聞き取れなくても動画のトレーニングを丁寧にこなせば最後には自然と聞き取れるようになる可能性が高くなります ぜひ動画を最後まで見て英語を聞き取る感覚を味わってください。本日の英熟語は他の映画にも品質します。確認してみましょう。が実際の英会話の中で 品質することがわかると思いますそれもそのはずこれには学術的な裏付けもあります最も頻繁に用いられるアメリカ英語口語表現コーパス分析とそれが示唆するものという論文がありますこれはオクラホマシティ大学の言語学者リリンリュー博士による研究です論文の内容はそのタイトルからもわかる通り統計データに基づき アメリカ英語で最も頻繁に用いられる熟語を調査したものです。この論文では、最品質の英熟語として約300フレーズがリスト化されています。Hang in there! が、それらの熟語のうちの一つです。このように、Hang in there! は、言語学者も認めるほどに超品質の英熟語なのです。ぜひ、この超品質の英熟語をマスターしてください。早速、 Hang in there. の解説、トレーニングに入りましょう。この動画のコンセプト、構成については概要欄に詳細があります。このチャンネルを初めて見る方はぜひ参考にしてください。<in> 本日の英熟語の意味、用法について解説します。Hang in there には主に以下の2つの意味があります。 諦めないで頑張るふんばる命令形で頑張れ諦めないであと少し先ほど流した4本の映画のワンシーンでも熟語の意味を確認することができますご覧ください「Just remember if you hang in there long enough good things can happen in this world I think you should hang in there alright hang in there and time will fly hang in there things will get better 映画でのワンシーンはしゃべるのが少し早く感じたかもしれませんね改めてスクリプトを確認しながら聞いてみましょう読み上げる文章はそのままで聞き取りやすい新しい音声を用意いたしました音声と一緒に読み上げるとより効果的です Just remember if you hang in there long enough good things can happen in this world ただ覚えておいてほしいのは長く頑張ればこの世界では良いことが起こりえるということだ頑張るべきだよいいね頑張って時間はあっという間に過ぎていく Hang in there things will get better 頑張るんだ。きっと良くなる。いかがだったでしょうかマスターするにはまだまだ足りないので、他にオリジナルの例文も用意いたしました。オリジナル例文は合計で4文あります。早くて理解するのが難しい場合は、一時停止してください。まずは、言葉の意味を把握することが大事でしょう。各例文が2回続けて英語で流れます。真似して発音してみましょう。 Even if the criticisms get to you, it's important to hang in there and learn from them. Even if the criticisms get to you, it's important to hang in there and learn from them. Even though the course was difficult, he decided to hang in there. Even though the course was difficult, he decided to hang in there. Hang in there. I'm sure you'll find him soon. Hang in there, I'm sure you'll find him soon Akira Hang in there. The results of your efforts will show very soon. Hang in there. The results of your efforts will show very soon. 頑張って、あなたの努力の結果がすぐに現れるよ。これで前半のパートは終わりです。休憩を挟んで次からがいよいよ本番の徹底トレーニングになります。徹底トレーニングはこれまで学んだ八の例文を用いながら、 英語を日本語に翻訳する英日翻訳、日本語を英語に翻訳する瞬間英作文の順番で進みます。負荷の高いトレーニングですが、それだけに効果抜群です。何度も挑戦すれば必ずマスターすることができます。諦めずに頑張りましょう。ステップ1では、今まで学んできた文章が英語でスクリプト付きで流れます。 英文が流れた後にににすぐに日本語に翻訳してください。では、始めます。Remember, enough, ただ覚えておいてほしいのは長く頑張ればこの世界では良いことが起こりえるということだ。 I think you should hang in there, all right?Hang、ね、in there and time will fly.Hang in there.Things will get better. 頑張るんだ。きっと良くなる Even if the get to you, 批判が気になってもそれに耐えて学ぶことが大切です。 コースが難しかったけど彼は頑張ることに決めた。Hang in there.

ステップ2では、瞬間英作文を行います。今まで学んできた例文の日本語訳が読み上げられるので、それを即座に英語に翻訳しましょう。英語で話すのに慣れていないととても難しく感じるかもしれません。一つの英語表現を完璧にするための土台作りはそう簡単ではありませんが、繰り返しているうちに面白いくらい楽に瞬間英作文ができるときがやってきます。最後の仕上げの部分ですから、 あと一息粘り強く頑張りましょうでは始めますただ覚えておいてほしいのは長く頑張ればこの世界では良いことが起こり得るということだ Just remember if you hang in there long enough good things can happen in this world 頑張るべきだよ、いいね。I think you should hang in there, alright? l 頑張って、時間はあっという間に過ぎていく。Hang in there and time will fly. 頑張るんだきっとよくなる。Hang in there.Things will get better. 批判が気になっても、それに耐えて学ぶことが大切です。Even if the criticisms get to you, it's important to hang in there and learn from them. コースが難しかったけど、彼は頑張ることに決めた。あきらめないで、きっと君は彼をすぐに見つけるよ。 頑張って、あなたの努力の結果がすぐに現れるよ。Hang in there! The results of your efforts will show very soon. お疲れ様でした徹底トレーニング終了です負荷のかかるトレーニングでしたからその分英語力もアップしたはずですでは最後に動画の冒頭で出題した問題の答えを確認したいと思いますまずは最初と同様に英語を聞き取ってください there, では 字幕付きの答えを流します there, 答えのスクリプトと聞き取りやすいオリジナルの音声を独自に用意いたしましたご確認ください「We'll find him just hang in there, miss, and we'll get to you very soon」 必ず彼を見つけます。頑張ってください、お嬢さん。すぐに駆けつけます。いかがだったでしょうか本日のトレーニングを通して聞き取れるようになった方もいらっしゃるかもしれません。聞き取れなかった方も何度も復習をすることで耳が訓練されるはずです。聞き取れるまで挑戦してみましょう。本日の動画は以上となります。この動画が良かったと思ったら高評価。 チャンネル登録をお願いいたします。